シャドウガーデンの拠点にいるとよく鳥の声が聞こえるんです。夕方くらいに森の中からとっても綺麗なさえずりが聞こえてくるんですよ。まだ姿を見たことはないんですけど、あれは…カラスはあんな綺麗な声ではさえずらないと思います。それとも私の知ってるカラスとは別の鳥？やっぱりシド様もご存知だったんですね。死を告げる墓場鳥なんて異名があると本で読みましたけど、あの声は本当に綺麗ですよね。不死鳥、あの伝説の存在。しかも断言されるシド様のその自信からして実際に見たことがある。さすがです。